皆さん、こんにちは。アウトドアコミュニティ、ビークストリームのアエルです。和歌山県、そして関西のグランピングスポットの名前を挙げるとしたら、まず上がってくるところ、玉浦の里じゃないでしょうか。ここ5年ぐらい前からでしょうか。グランピングという言葉をよく耳にするようになりましたけれども、玉浦の里は、約30年ほど前から、キャンプ場、グランピングスポットとして、 と人気のあり続けたレジャースポットになります。約30年の年月をかけながら、どんどん新しいコテージが生まれ、リーズナブルな宿泊から、アウトドアを満喫しながらも、樽風呂や岩風呂、岩盤浴、そしてこの素晴らしい自然、川や星空を眺めながらのバーベキューなど、さまざまなスタイルでアウトドアライフを楽しむことができる。 素晴らしい施設です宿泊はもちろん日帰りでアウトドアライフを楽しんだりランチスポットとしてまた君の町や高野山に立ち寄った時のお土産スポットとして周辺のキャンプ場でキャンプをする時にアウトドア用品や炭や食材を買い足しすることができる充実した売店もありますさてそんな玉浦の里 先日訪問した時に岡本社長に直々に2部屋撮影させていただき前回の YouTube 動画でアップさせていただいたわけなんですけれども今回は広報担当の小林さんにお願いして玉浦の里のお話をいろいろと伺い売店だったり川遊びなどの遊べるスポットそれから前回の撮影では 収めきることができなかったタイプのお部屋を紹介していただきました今回見せていただきましたのは306号室ひのき風呂付きコテージとカタログでは書かれています入り口入ってすぐのところに2階ロフト部分に上がる階段がありますロフトってなんかテンション上がりますよねそして こういうコテージに来てテンションが上がるのはロフトともう一つテラスじゃないでしょうかおしゃれなテラスがありますねハンモックもありますねかなり広いテラスです10人ぐらいでバーベキューパーティーをしても全然耐えれるぐらいの広さがあるんじゃないでしょうか いくつかお部屋を見せていただいてますけれども玉浦の里のテラスはどの部屋もおしゃれなバーベキューができるようになっていますねこちらのテラスは少し高い位置にありますので見晴らしもすごくいいです玉浦の里の全景を見渡すことができるのでリゾートに来ているなーっていう気分すっごく味わえるんじゃないでしょうか 山や空を見ることができて星空がめっちゃくちゃ綺麗だと思います撮影日はちょっと曇ってましたけどね実はここ君の町は星空が綺麗でとても有名な場所です近くに天文台もありますのでぜひ行ってみてくださいテラスの上には雨よけがついていますので多少の雨でも大丈夫ですね アメリカンスタイルのバーベキューといえばこういうグリルでしょうか。ウェーバーのバーベキューグリルが置かれています。かっこいいですよね。僕もバーベキュー大好きなんでこのバーベキューグリル欲しいんですけれどもこれなかなか持ち運びすることができないんでやっぱりこういうコテージにあるといいですよね。ガーデンとかテラス っていう場所でこういうガーデンテーブルガーデンチェアがあってウェーバーのバーベキューグリルでバーベキュー憧れますよね仲間たちとワイワイとビール片手にアメリカンバーベキュースタイルめちゃくちゃ憧れますね室内へと戻りまして前景を映していきたいと思います カーテンの外側が先ほどのテラス席。ベッドが2つありまして、クローゼットの中にもお布団が2つ入っています。そして2階に4人が寝れるようになっていますので、8人部屋ですね。冷蔵庫、電気ケトル、ちょっと小さめのキッチンがありまして、その奥に洗面所がありまして、そしてこちらのお部屋、 306号室、ヒノキ風呂付きコテージですので、ヒノキ風呂。大きいヒノキですね。子供たちと一緒に家族で入ることもできるようなお風呂、ヒノキ風呂のサイズですね。このサイズのお風呂が部屋についているコテージってめちゃくちゃ贅沢ですね。 そしてこちらはトイレになります。もちろん問題なくとても清潔な綺麗なトイレです。入り口入ってすぐのところにありました階段の上はロフトになっています。いかにもコテージのロフトというような感じの三角屋根になっています。屋根裏部屋というような感じもしてちょっとテンション上がりますね。 パーティーが盛り上がりすぎてお酒を飲んでひっくり返ってしまわないように気をつけないといけないかもしれないです。こういういかにも屋根裏部屋っていう感じの部屋はコテージに来ないと味わうことなかなかできないですね。新鮮な感じがします。ロフト部分にも窓がありまして窓から外を眺めることができます。 星の声を聞いたり星を眺めながら寝るのも気持ちよさそうですねテラスの眺めも良かったですけれどもロフトはさらにもう一つ上からの眺めになりますのでこちらからの眺めもすごくいいですね玉浦の里306号室 ヒノキ風呂付きコテージの紹介でした続いてコテージの下の河原に降りてみます結構もう水が本当に綺麗なんですけ、ね、ど、うん、やっても全然手が通るというかす、うん、ね。すごい 川遊びではい <laughs> 今日はあの川遊びと、うん、釣りもあ、はいはいはいあのやってもらえるのでカオを持参してもらったりとか売店、うん、の方にも、うん、<laughs> 釣り竿を販売してるのでアマゴとかアユじゃなければ入業券はいらないあ、そうですねこ <laughs> のまま一応 あの返してあげてネットはあなるほど <laughs> 自然なもの程よい深さでお子様も安心ですね、うん、今回で2本目の動画ということで今さらなんですけれどもこちらが玉浦の里正面入り口になります お休みの日に取材させていただきましたので本日休館日という札が出ていますご了承くださいこちら受付のフロントですね売店と呼ぶには立派すぎるショップですバーベキュー食材やアウトドアグッズそして地元の特産品などを販売しています売店内も小林さんに いろいろと案内していただきました。こちらはアウトドアグッズとアウトドア料理のおつまみなどですね。缶詰や調味料、数々のアウトドアグッズ、ダッチオーブンやバーナーなんかも販売していますね。アウトドアでのお菓子の定番、焼きマシュマロも楽しめますね。バーベキューの炭も販売しています。 こちらは食材用の冷凍庫ですね。ピザやアマゴ、アユにホルモン、それからカモのロース、鶏のもも肉、牛タンに豚バラ、牛バラ。玉浦の里での追加の一品や近くのキャンプ場でキャンプされる方の 食材の追加などにも利用できそうですね。それから手作りのハムやソーセージも販売されていました。こんな風に真空バッグで販売されていますね。こちらはお土産としても喜ばれそうです。チーズも販売されてますね。そしてスイーツ、アイスクリームですね。 和歌山の名物アイスクリーム牧場のアイスクリームだったり和歌山の有名なアイスクリームグリーンソフトなどが販売されていますそれから和歌山の地酒もたくさんありますね黒牛紀ノ国や文左衛門中野酒造のお酒など 岡山県の有名な地酒や梅酒などがたくさん扱っています。ジーマだったり、ソーダ水、そして各種ワインだったり、もちろんビールもたくさん扱ってますね。やっぱり観光や旅行、アウトドアでもそうですけれども、その土地に来てお酒を楽しむ、 そしてその土地のお酒がたくさん販売されているっていうのはすごく嬉しいですよねもちろんソフトドリンクなども各種取り扱っていますスイーツやカフェを楽しむブースもありますのでちょっとしたお食事スイーツを楽しむこともできそうですさて今回は 玉浦の里ご紹介第2弾ということで306号室ひのき風呂付きコテージと川遊びや受付売店などを紹介させていただきました本当に素晴らしい施設で伝えたいことたくさんあるんですけれども1回の動画にというか今回で2回目ですけれども収め切ることができませんこの動画 たくさん見ていただきまして、たくさんいいねボタンがつきましたら、続編、他のお部屋や玉浦の里の楽しみ方をもっともっとお伝えさせていただきたいと思います。チャンネル登録、いいねボタンどうぞよろしくお願いいたします。アウトドアコミュニティ、ビークストリーム、アゆルでした。